ヤブ塚に住んでる皆様こんにちは、群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室平田直之です、平田ドラム教室は、伊勢崎市スマークのすぐそばでドラム教室を開講しております。まあ、すぐ隣ですね、伊勢崎市でいうと。はい。で、現在ですね、土曜日日曜日こちらもドラム教室をやっております。まあ、平日もやってるんですけども、一応平日が、3時から、夜の11時までやっております。土曜日は朝の10時から15時、3時までですね。日曜日は2時から10時までですね。こちらでドラム教室をやっております。最近ではお子様ですね、小学生のお子様かなり増えております。特に男の子ですね。もちろん女の子も幅広い年齢層でやっているんですけども、結構ですね、私の時代だと音楽系の習い事っていうとピアノ教室ぐらいだったりするんですけども、最近はだいぶ多種多様化してきたのかなと思います。まあ、太鼓の達人とかですね、こちらも、やって、まあ、せっかくだったらドラムにつなげたいっていうふうに、考える方もいらっしゃると思います。もしですね、太鼓の達人が大好きで、その後どうしようかなってなった時に、まあ、ドラムにちょっとステップアップしていただくと、まあ、リズム感もよりつきますし、ドラムの楽譜ですね、音楽の楽譜を使って、レッスンしております。さらにドラムも叩けて、まあ、一石二鳥三鳥という形ですね。でさらに、まあ、いっぱいあるんですけども、まあ、メリットとして姿勢が良くなるんですね。ドラム、まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、両手両足を使います。それをやるためには姿勢が良くならないと、まあ、両足を上げた瞬間に、手が動かなくなってしまうということもありますので、姿勢改善なんかもあります。はい。まあ、気になる方いらっしゃいましたら、下の概要欄ですね、ホームページがあります。また無料体験レッスンもやっておりますので、興味ありましたら、ぜひ下の概要欄よりお申し込みください。最後までご視聴ありがとうございます。失礼いたします。